2回目怖い。くるくるちょもちょも、くるちょもちょも、今日はいい日だね。さあちゃん、見てる？くるぶしです。はい、行ってみましょう。今日は新型コロナウイルスワクチン、モデルナの2回目の接種、2回目が重いと言われているこのコロナウイルスのワクチンですね、元気に、打って、前回と同様足立区役所に着きました。これから打っていきたいと思います。それで行きましょう。レディーゴー。ということで、自宅に帰ってきました。ただいま、11時半。まあ、前回、1回目がですね、結構長引いたんですね。なんで今回は1日というか、副反応が完全になくなるまで、ちょっと観察していこうかなと思います。ちょっと体温も測っていきたいと思います。会場で測った時は 36.6。 暑い。はい、現在ちょっとね、体温が熱い状態で 36.8 度ですね、現在の体温。副反応が完全になくなるまで、観察していきたいと思います。それではよろしくお願いします。夕方の16時34分、昼過ぎの14時ぐらいから腕が来たなっていう感じがあって、こうもう痛くなってきてます。肩になんか触れるともう痛いぐらいの感じになってますね。ああ、1回目と同じような感じだなっていうか今 37.3 度、ちょっと上がってきてますね。ちょっと体温的にも、ちょっと暑いかもっていう感じと、ちょっとだるいかなっていう感じがしております。はい。まあ、今日は夜お風呂に入らず、シャワーで、アルコールも摂取せず、健全に過ごしたいと思います。くるぶしでした。以上です。21時18分です。まあ1回目とそんな変わんないかな、症状的には。腕の痛みがですね、今も結構来てまして、もうちょっと今上がんない状態。鼻水がすごい出てる。風邪ひいたわあ、今、37度です。37度。少し仕事してもう、ね、寝たいと思います。今日はありがとうございました。おやすみなさい。ちょっと気合で、犬の散歩来ましたけど、なんかね、上半身全部が痛い。上半身なんか逆側、打った逆側の肩もすげえ痛いんだけど、なんだろうこれ。犬のうんち拾うとマジ死ぬ。10時、20分ぐらい、昨日ワクチンを打ってから、ちょうど1日ですね、まだまだ体はだるさの極みが、熱が終わりました。38度。なかなか高いですね。この間高熱出た時の解熱剤があるんで、一発飲んでみたいと思います。飲みました。昼はキムチチャーハンにします。食欲は割とあります。お昼ご飯いただきます。キムチチャーハンです。あ、まっ。ただいまですね、午後の2時半、14時半です。今ご飯を食べ終わって検温したところ 38度2分。こんなに今あんまり辛くないなって思って測ったら上がってました
もう少し、横になって休みたいと思います。ありがとうございます。19時15分ですね、今ご飯終わりまして検温したところ 37.7、 なかなかちょっとしぶといしぶといなんで、もう一回解熱剤を飲みます。ちょっとめまいと頭痛が、めまいがちょっと新しく新規参入してきましたね。21時46分湯船に浸かって、温まってきました。体的にはけど腕もね、上げようと思えば上げられるぐらいになりました。結構2回目を僕は警戒してたんですけど、ここまでの感じは、あんまり1回目と同じじゃねって感じですね。まあ個人差あるんでしょうけど、このまま、収まってくれればなと思います。終わりました。まだあるな。37.8度。なかなかしつこいな。でも体的にはそんなにしんどくないです。一応、カロナールを先ほど飲んだので、明日起きて熱が下がってればありがたいです。ということで今日はもう早めに寝ます。おやすみなさい。ありがとう。痛みも残ってますけど、ちょっとね、ここまで上がります。お熱測りましたらですね、36度8分、まあまあ37度下回ってきました。もう熱は下がったんじゃないでしょうか。峠を越えましたね。いつもの朝の犬の散歩に来てるんですけど、腕の痛さも、まあ、ちょっと残ってはいるんですけど、もう今持ってるって、ここまで上げても全然大丈夫、もう大丈夫なんじゃないでしょうか。仕事復帰して、まとめに入りたいなと思います。ありがとうございます。一応平熱に戻ったので、一応社会復帰して、まあちょっと気をつけながらね、まあちょっと体調悪くなったらすぐ帰って、また夜に、体調の変化をお伝えしたいと思います。行ってきます。はい、ということで、無事に社会復帰してお家に帰ってまいりました。ただいまの時間が11時になるんですけども、症状としてはもう腕の痛みが結構続いたんですけれども、もう無事に全然上がるようになりました。で、熱もですね、今測ったところ36度9分、ちょっと高いっちゃ高いんですけど、7度をもう無事切ってますんで、まあ平熱、ですね。時間にしてだいたい60時間ちょっと、かかりました。はい、すごく2回目ってこうやばいよとか、めっちゃ辛いよとか、すごい周りから言われてて、僕の感想としては1回目とそんなに変わらないかなっていう感じです。総括すると打った次の日の朝がもう上半身すげえ痛かったんですけど、もう歩き方こんな感じで、まあそれ以外はそんなにですね。今回まあちょっと怖かったんで動画にするのも迷ったんですけれども、これから打つ方、もう打った方、まだ迷ってる方、俺は打たないっていう方、まあ様々いると思いますけども、あ、こんな感じなんだっていう、まあ本当に個人差あるとは思いますけれども、僕はこんな感じでした。これからも感染予防、そもそもね、誰からももらわない、誰にも移さないという、ね、精神でこれからも、頑張って、ね、また皆さんにお会いできる日を心待ちにしております。
これからもクルチョモチャンネルを応援していただければなと思います。今回は新型コロナウイルス、ワクチンモデルナ2回目、体調の経過、観測してみた、お送りしました。どうもありがとうございました。フルチンになったよ。